今日は、プロモーション PR の企画を立てるということで、専門の方に、お話をいろいろとお聞きしたいと思います。と、今日ご案内いただく高水さんです。よろしくお願いします。高水です。よろしくお願いします。はい、高水さん、今どんなお仕事をされてるんですか？私は丸の内エリアにある商業施設の販売促進とプロモーションを担当しております。その企画とか、はい、はい、じゃあ今日はいろいろとその販売促進 PR のお話をちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、はい、はい、どういうふうにそういう計画っていうのは立てるものなんですか？計画はですね、まずお店がどういうものをどういう時に売りたいかという、うん、こう年間の計画っていうものが、まあ、商業施設っていうのはありますので、そのモチベーションに合わせて販促カレンダーみたいなものを、カレンダー、はい、ちょっと今日持ってきたんですけど、はい、販促カレンダーみたいなのが、はい、でこういうのをもとに、自分が手掛けている街に、はい、どんなお店があって、うん、どういうジャンルで、はい、あとは高級な感じなのか、カジュアルな感じなのかみたいなことも含めて、この中からどこをこうピックアップして、うん、企画を立てていくかっていうのを選んで、その後にちょっとこっちはお見せできないですけど、はい、私たちの方でオリジナルの販促カレンダー、年間カレンダーみたいなものを作って、はい、でこの時期にこういうプロモーションをやるというような大きな計画を立てた上で、細かい一つ一つの企画を立てていく。この販促カレンダーには例えばどういう内容が書いてあるんですか？これは一般的にこういうものがあるよねっていうことですよね。そうですね、はい、一般的に夏休みがあるよね、はい、とかゴールデンウィークがあるよねっていう、そういう人の動く時期が書いてあったり、はい、あとは、まあ、冬になるとクリスマスがクリスマスディナーがあるとか、あとボーナスのシーズンは、はい、高級品が売れるとか、まあ、そんなようなことがこう出ているので、それに合った人たちを呼ぶみたいなことまでターゲットと計画をしていくと。そうですね。そうすると、まずじゃあ1年間全体、はい、世の中の動きに合わせて、はいはい、そのどういうふうに、まあ、PR をしていくかっていうことを計画を立てるっていうところです。はいはい、そういうことですね。ちなみに大きな山場っていうのは大体いつぐらいになるんですか？一番の山場ですと、ファッションでいうと秋と春っていうのがやっぱり、はい、一番お洋服がこう、はい、衣替えですよね、というシーズンが一番盛り上げる時期なんですが、年間で一番どこかっていうとクリスマスですね。年末のシーズンが一番の山場になります。はい、なるほどなるほど。そうですね、まあ、この、例えば飲食店に人を呼ぼうみたいなことになった時に、まずちょっと過去の私の計画した案としては、はい、丸の内エリアの飲食店、まあ、たくさんあるんですけど、丸の内ってもともとやっぱりオフィス街という認識が多いので、そちらの知名度の方が高いので、たくさん飲食店があるよということを外に広く PR しなきゃいけないということがありまして、何か認知度の高い雑誌とか、そういったものと組む企画っていうのがいいんじゃないかなというふうに考えて、東京カレンダー、東京カレンダーという雑誌とタイアップをして、こういうリーフレットをこう、作ってもらって、エリア内でもかなりこう、この写真とかを使ってタイアップの企画をやっているというような告知を出していくような、グルメのタイアッププロモーションというのを、まあ、いつもじゃないですけども時々やっています。これはじゃあ雑誌とタイアップをして、はい、で PR をしていくっていう方法なんですね。はい、そうですね。そういった時にはどういう雑誌を選ぶとか、どういうテイストにするかっていうのは、はい、やはり大事になってくるポイントですか？そうですね、平日はこのエリアで働いている方でたくさんにぎわってますので、平日の昼間はですね、はい、例えば夜とか、あと週末とかにどういう人たちに来てほしいかっていうことをまず考えて、東京カレンダーを選んだのはやっぱりこう大人の男女がこう、はい、週末にデートをするとか、はい、あとは夜、まあ、合コンするとか、はい、そんなようなイメージをがぴったりの雑誌だと思うので、そういったことの印象付けというか、皆さんに丸の内でこういう合コンしたら楽しそうだなとか、そんなようなイメージを持ってもらえるようなプロモーションという形で、こういう雑誌を選びました。
そうするとこれはイメージを伝えるこういう使い方があるんだよみたいな、はいはい、こういうシーンっていうものをこうご紹介、はい、例えばちょっとどういう内容になってるんですか。そうですね、はい、ちょっと3回やったんですけど、はいはい、ご夫婦で週末ゆっくりしたらいいんじゃないかみたいな、こういう、なるほど、大人な2人は丸の内の楽しみ方を知っているということで、はい、具体的にはこんな楽しみ方があるよみたいな、はい、そんな、そうですね、あとはこう飲食店の情報がこうもたくさん載っているみたいな方、はい、あとは例えばこれは割と同僚とかと一緒にとか、はい、まあ、これはデートとかもあります、はい、こういうデートで使えるよっていうことですね、はい、こっちは女子会とか、はい、女子会でも、まあ、はい、あと本当まさにこう合コンみたいな感じとか、はい、そんなような雰囲気で、はい、お店をたくさんありますので、うん、飲食店があるエリアっていうのは都内に丸の内を選んでもらうということのためにイメージを打ち出すという形ですね。そうするとお店があるよっていうことも大事だけど、はい、その前にこんな使い方があるよみたいな、はい、そういったことをプロモーションしていく。そうですね、令和元年になるタイミングで、うん、ちょっと別 の, 企画に変えたっていうことがあったんですけれども、はい、それがちょうど東京駅と皇居の間に丸の内ってありますけれども、うんうん、皇居で新天皇の即位のイベントがもう年に何回も開催されるっていうことが事前に分かっていまして、やはりもうたくさん人が来るっていうことが分かってましたんで、うん、来た人が見て楽しめる情報誌っていうことと、あとはやっぱりこうお上品ですごく好感度の高い雑誌ということで、この花子を選んでこのリーフレットをエリア内で配って、うん、街歩きの仕方みたいなことを紹介して来ていただいた方たちにお店を利用していただくっていうような企画に変更したっていうこともありました。そうするとまずは広域で丸の内に来てもらうためのイメージ広告と、はい、実際に来ていただいた方にインフォメーション、はい、情報としてお伝えする媒体というのはやっぱり分けたりとか、そうですね、手法というのは考えて、はい、そういうことですね、はい、企画を立てるときに、はい、まあ、どういったことに、大切にされておりますか。まず人の動きを想像するっていうことが一番大事です、うんうん、こういう企画をやったら、まあ、例えば女の子がインスタ映えと思って自撮りをしたりするだろうなとか、もうおじさんがフェイスブックにこんなのあったよって自慢げに出すだろうなとか、あとは本当にカップルで過ごしたくなるだろうなとか、そういったようなことを想像しながら計画を立てるっていうことが一番大事かなと思います。一番嬉しい時ってどんな時ですか。やっぱりこの仕事だと目に見える成果があるということですね、うん、人がたくさん来たとか、うん、SNS で拡散されたとか、そういったことがリアルに感じられるときに一番喜びを感じます。逆に辛いなっていうのはそうですね、やはりブランディングって言ってしまうと簡単なんですけれども、街がこうある程度意思を持ってメッセージを発信するようなプロモーションっていうのもこう断続的にやり続けるっていうことが大事だと思うんですけれども、そういったプロモーションっていうのがなかなか数字で結果を表せない、そこが非常に難しいところで、それを評価してもらうためのこう何か基準みたいなところをうまく見つけて周りに理解してもらうっていうところが非常に難しくて辛いところだなと思います。高水さんはどうやってそれをこう理解してもらおうとされてますか。そうですね、もう本当にとにかく言い続けるとかもそういう、はい、とにかく何かにつけて言い続ける、そして、まあ、本当に成果があったなということが、うん、一つでもあった場合はもうきちんとそれを示して理解をどんどん深めていくということで、皆さんにもコミュニケーションで、うん、取っていくことしかないのかなと思います。そうですね、もっとこう人を巻き込む企画っていうことができないかなっていうのがいつも考えていることで、うんうん、
例えば参加してもらうためにこちらでこういうイベントお膳立てしましたというような形ではなくて、企画するところから一緒にジョインしてもらうって作って考えて一緒に考えて完成したらもう自分ごとになるじゃないですか、参加した方が。それでみんなも宣伝してくれるみたいな、そういう流れが作れるような企画が街でできないかなって思うんですよね。なんかよくオンラインサロンとかクラウドファンディングとかってこうネットの中だとそういうことがよくあって、こうオピニオンリーダーみたいな人が一声かけるとわーっと人が寄ってきて、みんなでやろうやろうみたいなことがあるじゃないですか。大人になってもそういうことをやりたい人ってきっといて、この丸の内エリアにはもう本当に皆さんね、優秀で面白くて、いろんなことを考えてらっしゃる方がいるので、そういう人たちとなんか作り上げるような企画ができたらなと思っています。まずちょっと私がやったものではないんですけども、丸の内で働きたいなって思ったきっかけになったのは、カウパレードっていう、私も昔からパブリックアートみたいなことにとても興味があったので、カウパレードをオフィス街でやるっていう話を聞いたときに、その頃は別のところで働いてたんですけれども、この街が面白そうだなっていうふうに感じました。それでこういう仕事をしているというところもあります、ご自身でやられた、手掛けられたプロモーションの中では何ですか？そうですね、クリスマスの企画っていうのはやっぱり ありまして、一番印象残ってるのは、まず SNS をうまく利用できたなって思ったのが、数年前にあったニコライ・バーグマンさんとタイアップしたクリスマスの前にもゴールデンウィークにもやったんですけれども、お花の大きなオブジェをこう街にドンと出すっていうことによって、もう本当にこちらが宣伝しなくても皆さんがこうもう本当にインスタグラムとかで拡散してくれるっていう現象が初めて実感できた企画っていうことで、とても心に残ってますね。本当にあれが一番私の中で最初に SNS を活用できたと感じた企画でした。あとは松任谷由実さんとタイアップしたクリスマスのプロモーションっていうのもありまして、これはもう3世代を狙うっていう、これがもう本当にそうなのかなって思ったんです、確かにおばあちゃんとお母さんと孫っていうのは想像できるんですけども、本当にそんなに幅広い人たちが来てくれるのかなっていう疑問を持ちながらイベントをやったんですけれども、本当にすごい多くの方がいつもユーミンのクリスマスソングでショーをやってたんですけど、毎日もうすごい人が、もう今だと密でダメなんですけどすごい盛り上がって、でお顔を見てみると本当に3世代、もう幅広い年代の方が楽しんでくださってたので、あれは非常に心に残っています。普段はどんな街に行かれるんですか？普段は自分の住んでるところの近くが多いんですけど、恵比寿とか中目黒が多いんですけど、でもあえて足を運ぶっていうと、最近代々木上原が多いです。代々木上原、代々木上原どんなところに行かれるんですか？やっぱり夜、もう今はちょっと最近ないですけど、夜お食事に行ったりとか、あとはもう普通にパンを買いに行ったりとか、そういう日常の過ごし方をしています。どういう街が好きですか？そうですね、でもいろんな街が、それぞれのいいところがあると思うんですけれども、やっぱり最近はなんていうんですか、センスがいい、お店が揃ってるというか、あんまり派手じゃないけれども、こう日常的に毎日使いたいとか、いつも食べたいものがあるとか、そんなような街が好きですね。ちなみに丸の内の中で高水さんおすすめの、全部おすすめかもしれませんけど、特におすすめだとどういうところが？おすすめですか、丸の内でおすすめはやっぱりこの中通りに面したテラスのある、レストランがおすすめですね。基本的には思いついた時にメモするみたいなことが毎日ありますけれども、何かアイディアが欲しいときによく行くのは銀座によく行きます。銀座に行かれるんですね。丸の内から近いのもありますけれども、やっぱり日本の銀座じゃなくて、世界の銀座っ
ていうぐらい、うんうん、やっぱり銀座の街っていうのは新しいものがもうどんどん入ってくるじゃないですか、世界中から注目をされていて、なのでいつも行くと新しいお店とか発見があるのと、あとは逆にあの歴史あるお店もたくさん共存していて、その共存している雰囲気がとても刺激的です。お決まりのコースとかあるんですか？そうですね、まずあの4丁目の角から、スタートしてそこから出ます。まず和光の松陰楼を見て、あとはそうですね、もう晴海通りの方に行くか、東和通りを行くか、あとはもう並木通りとか細い道をブラブラ、まさに銀ブラですね、します。そうですね、やっぱりあの表参道のファッションナイトアウトとか、あと日本橋のアートアクアリウムとか、その街にあった、こう街の特性にあったというか、こう一般的な人が持っている印象と、そのイベントが合致しているようなイベントっていうのは非常にいい企画だなと思います。丸の内でいうと、ビジネス酒場っていう、イベントがあるんですけど、あの私がやってるじゃないんですけど、あのそういうのもまさにそういうイベントの一つとしてなり得るんじゃないかなと思います。皆さんとても先進的なあの学部で、あのいつもあの新しい表現とかメディアとかの研究をされていると思うんですけれども、ぜひあの古典的な学びというか、例えば歴史とか、まあ、美術史みたいなものだったり、哲学とか心理学みたいなことも幅広くあの勉強されたらいいんじゃないかなと思います。あの何かこう学問として極めるっていうことじゃなくて、頭の片隅にそういう教養が残っていることで、将来企画をこう提案するときにあの何か武器になることがあるんじゃないかなと思いますので、幅広い視野であの学ばれたらいいかなと思います。